はい、皆さんお久しぶりです。だいぶバタバタしてて全然撮れてなかったんですけど、今日土曜日で久しぶりにちょっと公園でコーヒーでもコーヒーというかチャイティー飲みたいと思います。まあ本当にほのぼのとした動画になるんですけど、まあ、それで撮っていきます。やだしゅくしで頭ひでる。おお久しぶりです。トルコのとある休日です。またお茶かしく、これがこれで砂糖入れて混ぜるみたいです。これがね、トルコのなんていうんですか、印のつけ方ですね。バツで印つけてますね。ただバツでつけてくるけど、ここはなんで1にしてんのかはちょっとよくわかんないんですけど、あとこれ砂糖入れです。見てください、普通の瓶に入れてあります。これね、11月なのにものすごい天気いいんですよ。なぜか28度で、で雨が降らないのでね、今ダムに水がないそうです。なんかね、18% ぐらいしかもう水がないようなんで、このままね、雨が降らないと多分水不足になってしまいます。だからいわゆる前の動画でもあるかと思うんですけども、水がなくなるのでね、タンクとかペットボトルに水を溜めとかないと大変なことになります。そう、なんか向こうすごいうるさかったので、下に降りてきてね、本当にうるさい、騒がしい。猫がいる。スーパー。ね、スーパー来ました。なんかスーパーで物買うようなんで。ですか。行って。ああ、なんかこのね、じゃがいもがあったんですけど売り切れているようで残念がってます。買い物に結局付き合わされました。恒例のね、市場、青空市場ですね。そこに来ました。私はね、もう中入ったら帰ってこれないんで、ここで待つようにします。みんなこんな感じでね、買い物に来ています。もうね、これ渋滞がすごいんですよね。だからね、もう本当に週末とかはね、外に出かけたくないんですよね。でね、ここにね見えるバスなんですけれども、このバスはね、買い物とかに行く人たちがこのバスに乗ってここまで連れてきてくれるっていう感じのあるものですね。セリンまだ来ないです。やっぱりね、買い物に行くと遅いんですよね。待たんだらよかったなと思います。ちなみにですね、ここの市場は週に1回あるんですけども、こういった感じでトラックにね、いろいろ野菜とかが詰め込まれてここまで来て、売られています。皆さんね、だいたいキロ単位で買うみたいですけどね。これがね、いつも私たちの日常なんですけども、このパクチーだけ買うっていう風に言ってたのに、まあトマトとかいろいろ買ってるので、まあ、遅くなりましたということですね。まあいいでしょう。はい、今ね、街中はこうやってね、クリスマスの準備がされてるんですけども、私たちまだ全然こんな T シャツでね、街歩いてるっていう、まあ本当におかしな天気ですよ今は。じゃがいもが安く売ってるっていうので、今またストップして、じゃがいも買ってます。なんか1キロ本当は18リラなんですけど、今9リラでね、あるんで、すごい選んで買ってます。選んでますね。金が売ってるところなんですけど、これ見てください、猫が待ってます。荷物だけ置きに来たので、もう一回外に出かけます。はい、なんかね、コノハっていう寿司レストランがあるので、行ってみたいと思います。 GO!
買い物して帰ります。怖くて。